まずはじめに先ほどの質問の中で訂正箇所が1箇所ございますのでお願いいたします。4番焼却施設の協定期間ですが、2040年と先ほど申しましたが、実は、平成40年の誤りでありますので訂正いたします。それではご答弁いただきましたので順を追って再質問いたします。まずはじめに子育て世代に選ばれる地域の実現についてお聞きいたします。先ほど塩尻市ならではの子育て支援策、手厚い事業をしていらっしゃるという状況、そしてまた保育士さんが不足しているというような課題もあるということでご答弁をいただきました。で、保育園の状況をもう少し詳しくお聞きしたいと思います。現在子どもの数は、塩尻ばかりではなく国全体少子化社会、子どもの数は減少している中で、未満児のお子さんが現在は 28.9% ですかね、ここの近年非常に急増しているというご答弁でありました。で、その中で現在の子どもさん入園の希望数、希望状況と実際に入所される状況について、3歳未満児の場合と3歳以上児の場合ではどのような違いがあるのかについてお聞きいたします。子ども教育部長。現在の入園希望の入所の状況をまずお答えさせていただきます。予定人員を上回った申し入れがですね、0歳から3歳まで7保育園で14クラス44人が、オーバーということになっておりまして、これにつきましては第二希望以下の保育園に、行っていただくということになるんですけれども、保護者の就労の形態とか兄弟関係、家庭状況等をですね、指数化しまして、点数に応じまして下の、下位の方に、連絡を差し上げまして移動していただくというような状況になっております。現在のところ、こんな、0歳から3歳の状況はこうなんですけれども、その以上の上の状態ということでしょうか。すみません、それはまた後ほどご答えさせていただいてます。はい、10番議員。はい、議長。はい、先ほど、3歳未満児が特に急増しているという状況の中で、今のご答弁ですと、第二希望へ、すべてのお子さんが第一希望の通りには、入所できていないという状況と思います。本当にご兄弟で未満児さんと、3歳以上のお子さんが別々の保育園にどうしても通わなければいけないというようなご相談も受けておりますが、厳正な選考の結果そういうことになっているというのが現状ではないかというふうに思います。それで、次お聞きしたいことはですね、子育て世代のアンケート調査結果と分析についてお聞きします。子育てアンケート調査につきましては、お母さん方は3歳までは家庭で育てたい、または子育て中心で、時々保育園など、制度を利用しながら子育てしたいという方が 80% という回答だったかと思います。しかし現実には子育て3歳未満のお子さんが増加していて、保育園にはなかなか第一希望に入れないという状況がある中で、この状況、またこのアンケート結果とのギャップをどのように捉えたらいいのか、どのように現状を、捉えていらっしゃるのか、その点についてお聞きします。子ども教育部長。はい、3歳未満の子どもをですね、預けなければいけないという背景でございますけれども、まず核家族化とかですね、あと女性の社会進出、それからリーマンショック等がありました景気低迷等がございましたので、その要は蓄えが少ない経済的な理由で、お母さんがですね、働かざるを得ないという状況で、このように数が3歳未満の保育に預けていく割合がこの急激に増えているというふうに分析しております。以上です。10番議員。
現在ですね、国や企業では子育てと仕事の両立支援の取り組みを強化推進しています。企業の取り組みにつきましては、今年の3月定例会にて経済事業部長より、企業の子育て支援策、また充実された取り組みの内容、育児休業給付金の引き上げなどについてご答弁をいただきました。また育児休業中は社会保険料も免除されるようになりました。社員の子育て応援宣言、市内の状況におきましては、昨日の代表質問ご答弁、産業振興事業部長よりご答弁があり、現在では26社ほどに登録が増えているというような状況でありました。また、女性の働き方、また男性の生き方など、男女共同参画の推進、またはワークライフバランスの推進という観点におきましても、地域や企業の取り組みは本市のともにという情報誌がありますが、その情報誌の中でも市内企業の子育て応援宣言の内容などを紹介されております。そして本市では特に本年度からは結婚、妊娠、出産、育児、終了と子育てを切れ目なく支援をしていく環境の整備事業などにも重点的に取り組んでおられます。このように、社会や国全体で出産、育児、子育てしながらでも働けるよう支援を強化している状況でございます。昨日の、中原議員の代表質問のご答弁でもありましたが、ここで一点改めてお聞きしたいと思います。今年度は子育て応援講座を市内保育園を循環して行われておりますが、その趣旨や目的、また参加された皆さんの反応や様子、分かりましたら、お聞きしたいと思います。子ども教育部長。はい、今ご紹介いただきました子育て応援講演会の、関係でございますけれども、まず元気っ子育成支援プラン2のところで、子どもが生まれ育つ豊かさをみんなで分かち合える街を実現するための施策として、子どもを取り巻く環境多様化複雑化する中で、子育ての原点に戻りまして、家庭が責任を持って子育てしながら地域ぐるみで子どもを育てていくというような趣旨で、松井和先生の方に、講演をしていただいております。レザンホールでは約120人ほど、聴講いただきまして、その後各園で循環講演を行っておりまして、現在372人の、保護者とか祖父母の皆様が、また地域の皆様がですね、聴講いただいております。で、反応でございますけれども、感激のあまりですね、涙ぐまれる方とか、同じ講演なんですけれども2度3度と、足を運ばれる方もいらっしゃるということで、大きな反響があるというふうに考えております。10番議員。ただいま状況をお聞きしました。この松井和先生の、ご講演でありますが、これは本当に市長の熱い思い、子育ての孤立を防ぎたい、または子育て世代の方々の本当に熱い思いの応援メッセージがこういう形として実施されているのではないかなというふうに感じております。で、そういった状況の中で先ほどアンケートとの現実とのギャップ、経済的理由がやはり背景にあるのではないかという、ことをお聞きしました。そうしたいろんな背景がある中でですね、保育現場では現在どういうような状況であるかといいますと、保育所の入所要件についてお聞きします。社会や企業では本当に子育て世代働きながら子育てができるような社会環境を作っております。本市の市としての支援策のもしっかり重点的にそういった対策が行われていると思います。そのような状況の中で、保育現場では、生まれたお子さんを家庭で育児するために、企業で認められています育児休業中にも引き続き上の子の保育園を継続利用を望むときに、本市では年長児のみに限っておりますが、なぜでしょうか。その年齢制限をする理由をお聞きしたいと思います。塩尻市の入所要件では、産休要件が切れた時点で年長でなければ育児休暇は認められません。仮に3歳児異常児を継続して入園できるようにした場合は、何か課題になることがあるのでしょうか。
育児休業中は生まれたお子さんを安心して家庭で育てることができますので、非常に大事なことだと思いますが、市の見解をお聞きします。子ども教育部長。はい、現在次年度に小学校入学を控えました年長児に限りまして、認めているということがありますけれども、これは国の基準を参考に、子どもの発達上の環境の変化に留意する必要があると判断しているということでございます。で、今後、例えば3歳までに引き下げれることによりまして、逆にその出産を機に会社を辞めるのではなく、育児休暇が1年でも取れるのであればですね、引き続き仕事を続けられるという選択ができますので、出産後の仕事が担保されまして、安心感を持って子育てができるという効果があるというふうに考えます。ですので、このこと、要は3歳まで引き下げるということは、今後検討していきたいというふうに考えております。